横浜ワイキャットですね、成田駅です、今1時間40分ぐらいだそうですね。カウンターで受付してるそうです。16いやさ、まだ ありますね、まだ人いないじゃん。のりさんは保険に入ってますね、私の方はあのカードで支払いしたので、そのままも入ってるということです。シンガポールドルは87円85銭ですね。これでいいかな。航空ゲート行きまして、行きます。早速もう、免税店で捕まってますね。華やかです。やっとちょっと落ち着いたかな。お昼ご飯です。マックですね、しっかり者ののりこさんは、チーズバーガーとコーライスのセットで230円。なんとさっきのうどんなんてめちゃくちゃ高かったもん ね。1300円とかのうどんで、その店もあったその先のマックは、私のバリューマックは500円、すごい、2人でも730円と安上がりです。シンガポール航空ですね。これで乗っていきます。しました。チャンギー国際空港ですね、これから荷物を受け取ります。すごいね。
一緒に戻りたいと思います。ライバル到着20時40分、イミグレーション、あそこイミグレーションですね。結構並んでますね。荷物待ちです。なかなか出てこないですね。こんな感じで出たところで、みんな名前を出して待っててくれてるわけですね。今送迎用の車待ちですね。なんかずっとあのバスのクーポン待ちなんでしょうかね。状況がよくわかんないんですけど、ずっとこの空港のロビーで待ってます。なんか今なかなか手続きが向こうで進まないらしくて、何をやってるんだか状況は全くわからないという。もう何分か20、30分このままずっと座ってますね。あー綺麗だな。下ちょっと川の方、すごいすごい、分かる位置が、すぐ下は川なの。どこどこが川、そこ下川あるじゃん。それが川、うん。でこの川の向こうの方が、右の向こうの方が、あの港っていうか湾になってるわけ。バスタブ付きだよ、よかった、いいお部屋ですね、すごいすごい。